今ですね、常磐道を走ってるんですけど、やばいっす。放射能浴びまくっております。まああのね、今回ユニバー君、まあ、猫をね実家に置いてきたんで、あのクーラーかけずに、僕クーラー嫌いなんで、もうね全開走行してるんですけど、あの常磐道はですね、あのマイクロシール、放射能看板がありまして、なんかマイクロシーベルト最高 2.9 だったかな、今のところ最高マイクロシーベルト 2.9 ですね。はい、なんか放射能看板がありましたよ。で、まあ放射能を浴び続けて、まあ、あの走ってるわけなんですけど、まあね、これ地獄の常磐道ですねあの余裕なんですけど、要はずっと鬼一車線なんですよ。で、鬼一車線でね、僕は気づきました。鬼一車線で、でたまにその追い越し車線があるんですよ。でも追い越し車線超絶ちっちゃいんですね。追い越し車線がもう極めて短いんですよ。で、頑張って追い越しで抜くじゃないですか。抜いても、まあひたすら前にまだ車あるんで、結局ね、追い越しても追い越してもこう切りねえなみたいな、結局遅いみたいな、もう地獄の一車線ですね、これ。常磐道ね、地獄の一車線ですよ。だから追い越してもトラックが遅かったらしたら、また結局ブレーキ踏まないといけないし、今ね、もう追い越し車線ね使わないっていう、諦めましたね。もう 2回ぐらい追い越し車線うわー使って学習しました。常磐道は追い越し車線を使っても意味がないと、あまり意味がない、ほぼ意味がないな。しかもね、追い越し車線がね、ほんとね狭いんですね。めちゃめちゃ狭いんで、抜ける台数もまあちょっと限られてるんで、まあね、あの車がねほとんどなかったらいいんですけど、今日土曜日っていうのもあって、車まあまあ走ってるんで、まあね、多分1キロ先ぐらいかな、わかんないですけど、もう普通に観光バス走ってますから、だから相当抜き切らないと無理ですね。で、軽自動車とかね走ってたらもう、そう、まあもうちょっとでね仙台着きますよ、仙台。まあこのね、地獄の一車線じゃなかったら余裕でしたね。ちょっとストレスがやばいっすね、マジかみたいな。そう、詰まるんすよね、なんか詰まるんで、なんか渋滞してないけど、なんかいきなり止まるみたいな、1、2回ありましたね、いきなり止まるみたいな。まああとね、ちょっとで仙台余裕っすね。もう休憩なしで行ってますからね、ノンストップ仙台ですね、ノンストップ仙台ですよ。やっぱね、新幹線とかはね休憩あるじゃないですか、休憩ないですからね、アクセル踏み続けてますから。まあぶっちゃけ、まあ、あのこの動画でお伝えしたいのが、まあ、放射能を浴びてどうなったかっていうと、まあまあ大丈夫ですよ、大丈夫、グッジョブ、なんとかなる。でもね、マイクロシーベルト 2.9 ってどうなんですかね。そう、マックスは 2.9 でしたね。で、 0. 何歩とかあったんですけど、どうなんだろうね、Google 先生に聞かないと。人体に影響があるマイクロシーベルト、そう、昔ね、僕は車で青森行ったんですけど、その時は多分常磐道が閉鎖されてたような気がするんですよ、その地震が、あの東北大震災あったから。で、今は常磐道、これ常磐道だよ、僕行くの初めてなのかな、どうだろうな、久しぶりに上に行くんですけど、いやでもこれ地獄の一車線ですね、常磐道マジで。地獄の一車線ですよ。まあそう、まあ伝えたいこととしては、まあ昨日ね、僕ね、まあ3日連続ですね、3日連続、まあ運転で鹿児島からこう来てるわけなんですけど、一番最初は寝ずに、深夜ね3時ぐらいに出て、仕事してから寝ずに鹿児島出て、で12時間ぐらい運転して、
で途中ユニバー君猫も乗せてたんで体調悪くなっちゃって車酔い、猫にも車酔いっつうのがあるんですね。で安全運転でね行って、でもう屍のように寝ててですね、で岡山でとりあえず旅館で寝て、で岡山から東京まで行って、また岡山から東京も10時間ぐらい運転して、で疲れユニバー君をですねまあ実家に預けまして、で今に至るんですけど、まあまあまあ仙台余裕ですねマジで。庭です庭、な東京からね300キロちょいなのかな、330か20かな、まあ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 300キロちょいですけど余裕っすね。庭です庭、休憩なしで行けるからね。だからねまあそうやっぱね辛い経験すると300キロは庭になりますね。そう300キロ庭ですよ、300キロ余裕ですね。だから休憩してないですからね僕、しょんべんもしてないし、ただねこの地獄の一車線がちょっとストレス、ちょっとストレスですねこの地獄の一車線。今ね高速だけどね60キロですからね、高速道路60キロ、高速道路だけ60キロですよ。だから上り車線とかになるとトラックとか遅いじゃないですか。あ、上り追い越し、追い越しマークあった。でも追い越してもね、追い越しても追い越しても前にいるからねあんま意味ないんですよね。そうよっしゃ追い越し車線だっつって追い越すじゃないですか、また前にトラックおるみたいな。だからねやっぱ、まあ、そうそうそう、僕考えたんですよ。なんかあの僕スラムダンク好きなんですけど、スラムダンクでそのね安西先生の名言あるじゃないですか、諦めたらそこで試合終了だよみたいな。諦めることも、諦めて試合終了させることも大事だよみたいな。なぜならば諦めて試合終了させることも大事だよと、なぜならば人生という試合は長いんだから。いい名言ですね安西先生の名言に付け加え、あ、ランボだ、付け加えさせますよ。諦めて試合終了させてもいいんだよ、なぜならば人生という試合は長いんだから別にね、まあ、その日その場諦めてもね、諦めても追い越し車線抜いて諦めてもまだまだ人生は長いですから、旅という人生はまだチャレンジすればいいんですよそんなのはね。いい名言じゃないですか。なんかね全てをね諦めちゃダメだみたいな、諦めたら負けだみたいな。いや長い目で見たらいっぱい試合あっから全然大丈夫。そうね、諦めることも大事ですよ、諦めることも。あでもこれちょっと前に車ねえな、これちょっとワンチャンあるよ、ワンチャンワンチャンあります、ちょっと追い越し車線ワンチャンありますね。これはワンチャンあるね、これはここはいける、ここは結構長い。あーでも前の車が、あー終了、あーこれ追い越し車線じゃなくて2車線か。ダメだー。あ、でもまあ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 、あのねクソ遅いトラックを抜いたんで、まあまあまあこの後は大丈夫です。あーこれで高速道路という感じでございますね。ねえ前にねすごい遅い車がいたんで、あのトラックちゃんですね。そういやーね、クーラーつけるとねアクセルフィーリングがレスポンスが悪くなるんですよクーラーつけると。そうまあね動画をねうるさいと思いますけど、やっぱクーラーつけると本来の車のね性能がやっぱねあれできないんですよ、クーラーなしで。なんかねスパルタン仕様だとクーラーを取るっていうね。やっぱねこの夏場全開に窓開けて
こうね走るっていうのがマジで至福ですね。まあでも放射線浴びましたけど、放射能浴びまくりですけど、いやー高速道路っぽくなりましたね。ちょっと前の車がだいぶ見通し良い感じになりましたね。お、仙台50キロ、あと仙台まで50キロ、仙台まで50キロですね。いやーちょっと抜けた感じがしますね。トラックから、トラックちゃんから抜けましたねこれ。いやートラックちゃんから抜けましたよ。大変でした、大変。トラックちゃん、あ、またトラックだ。変わらないね、結局トラックいました。結局またトラックですよ。はい、また60キロ走行になりそうだな。やっぱねこれ燃費悪いですね。抜いても抜いてもまだ前にいるっていう。果てしないトラック。まあトラックちゃんのあるおかげでネット通販ね、ネットでショッピングして荷物届きますからね。トラックちゃんのおかげですよ。そう、また60キロになっちゃったな。いやー今からどこ、仙台のどこ向かってるかっていうと、オートバックス、スーパーオートバックス、仙台のスーパーオートバックス行きます。あ、追い越し車線ありました。追い越し車線発見。 1.5 キロ先、このトラックを抜けば、まああのね、このね、うるさいかもしれないですけど、このマフラー音がねめっちゃ好きなんですっていう RB26 のね、このマフラー音なかなかいいですよ。あ、宮城県、宮城入りましたね。宮城入りました。宮城入りましたね。今宮城入りましたよ。入ったけど60キロ、宮城入りました。宮城、このねエンジン音というね、マフラー音が好きっていう。僕ね、この RB に直録の RB26 のやっぱ音っていうのがやっぱ一番ね、世界で一番美しい音だと僕は思いますよ。あの低重音の直録エンジンのツインターボからのこのなんだろうな、低重音から、おー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 みたいな。お、みんな追い越し車線、追い越し車線来た。トヨタカローラ、トヨタカローラ追い越し車線で、トヨタカローラを、トヨタカローラー待てー。あ、追い越し車線、あ、でもトラックは抜ける、 OK、 トラック抜ければ OK。 よしよし、じゃあトラック抜いた、よしよし、これでいいでしょう。トラック抜いたからいいや、トラック抜いたからいいや。追い越し車線狭、みんなね待ってましたみたいな、待ってましたみたいな、抜いてきますね。いやー、いやいやいや、仙台ですよ、仙台。仙台僕あんま行かないですね、仙台。仙台ね、仙台ね、まあとりあえずオイル交換するんですよ。なんかその東京のスーパーオートバックス、東京のあのお台場付近にある、スーパーオートバックスあるんですけど、そこはねなんかね閉店というかね、なんかリニューアルオープンするみたいで7月31日で閉店らしいんですよ。でいつも東京行ったらそこでオイル交換してたんですけどね、そこがもうあれですよ、ね、なくなっちゃうんで、仙台のスーパーオートバックスでオイル交換。やっぱね北海道乗り込みますからね、
オイル交換いいよ。ちょっとオイル高いですからね。オイル交換すると1万5000円ぐらいぶっ飛ぶからね。オイルとあとオイルフィルター今回交換しますよ。まあ北海道行くんで、うん、ちょっと新品にしないと。しかも夏場だからね、うん、いや海だ。おう、海よ、海ですね。いややっぱね、クーラーより自然の風が気持ちいいね。やっぱね、この夏はね、オープンカーちょっといいなと思いますね。オープンカー、オープンカーいいんじゃないですか。はい、ということでもうちょっとで仙台着きますんで頑張ります。では、あ、多分まあ放射能浴びたんですけど多分大丈夫だと思いますと思いたいです。以上です。